ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE の友達を募集してます。YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では、今日はですね、一言あります、なぜかくっつきたくなるモテオくんとはというお話をさせていただきたいと思います。ね、まあ、一緒に歩いててなんかくっつきたくなるなって思う瞬間ってね、女性もあったりするんですよね。で、そういう男性って一体何かというと、なんかね、くっつきたくなる男性っていい匂いがしたりするんですよね。なんだろう、なんかこれは勝手な私の意見なんですけれども、石鹸の匂いは好きなんだけど、石鹸の匂いだとちょっとね、エロさを感じるんですよ。だからちょっとなんかいやらしい感じがして嫌だったりするんだけれども、柑橘系の、いい匂いっていうのは結構全般的な女性が、大多数の女性が好きだったりするので、なんかね、石鹸の匂いももちろん好きだしいいんだけど、ちょっと下心感じちゃうんですよね。そうだけど柑橘系だったらすごいいい匂いとかで、なんかこう勝手に体がくっついていくというか、はい、ありますので、ぜひあなたもね、柑橘系の匂いをもしね、香水とか使うのであれば、ちょっとだけね、ちょっとだけほんのり香らせるのもいいと思います。ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では今日はね、なんかどうでもいいようなことかもしれないんですけど、うち実家でね、いや、ワンちゃんを飼ってるんですよ。ね、本当に可愛くて、もう可愛くて可愛くて、もう本当可愛くて、しつこいけど。で、もう会うたんびに100回ぐらい、可愛いねって言って帰ってくるんですよ。もうなんでそんな可愛いのって、もう可愛いって言って帰ってくるんですよ。でもそういうね、プラスの言葉っていうのは、こう自分で言ってることにもなるらしいんですよね。それを狙って言ってるわけじゃなくて、本当に可愛いから言ってるんですけど、あなたもなんかね、こう可愛いなとかいうね、動物とか何でもいいけど、いたら、ぜひ声に出して言ってあげると、自分の脳にもね、いいと思いますので、参考にしてみてください。では、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。